きました。そうで、そうなの、今の髪色好きです。本当にすごい、もう落ちまくってて、ちょっとやらなきゃなって感じなんですけど、あ、でも本当に一気に潤いました。で、ソフィスタンスのグローですね、グローで、これね、あのジャコムスのやつなんですけど、実はね、セットアップなんです。セットアップこうなってんの、可愛くないですか。これ上についてる、これ下についてるみたいなやつ、そう、可愛いですよね。セットアップが好きだからセットアップばっかり集めちゃうんですけど、そうなんです、そうなんです。で、可愛いの、なんか丈もね、ちょうどよくて、これね、ベージュとかもあって可愛かったよ。でも私はなんか思いっきりピンクをが欲しかった。そうなので、いきます。で、最近私すっごい頑張ってる、私にしてはすごい頑張ってることがあって、あれ、違うの、みーちゃんもう起きてんだけど。あ、大丈夫かな。いや、もうみーちゃん起きてんのよ。もうね、朝5時20分から起きてて、やばい、もうこんなに早起きになっちゃったと思ったんだけど、まあ10時間ぐらい寝てるからいっかっていう、私と旦那さんのあれで、今リビングで普通にくつろいでるんですけど、チェーニングとしてもう起きてるの。いや、ガラガラなの、多分叫びすぎて、あと乾燥してるから加湿器炊いてあげたりするんだけど、全然ね、治らない。体力超ついてきてて困ってる、どうやったら8時ぐらいまで寝る。本当に困ってる。いや、マジで寝てほしいと思うんだけど、もうね、あの元気なの、しかも元気、全然なんか、あの、なんかもう一回寝せようと思っても普通に起きちゃってるから、私元気ですけど何かみたいな感じ。でも白は普通の時間に起きてくるよ。あの、昔は本当に寝ない子だったけど、そうなんだよね、寝ない子は本当白寝なかったので、みーちゃんは昔超寝てたの、赤ちゃんの時で。最近は寝ないって言っても8時に寝てるから、夜8時に寝て、朝まあ5時半から6時に起きるって感じ。うん、ほんと4歳でも起きる子いる？ほんと？そう、なんか4歳でも起きる子いる、ほんと。そうなの、私も白の時超困って、白はね4時半とかに起きてた。いや、マジで、しかも夜中に結構泣くのよ、白は。そう、もう子供のよく寝る子いいなって思ってたもん。それだけでお母さんの体力全然違うよね。そう、あ、ほっちゃんじゃん、ほっちゃん元気ですか。ほっちゃんね、もともと一緒に働いててアシスタントしてくれてた、こうおピンクかわいいですって、嬉しい。 YouTube で買われたジャケット、 YouTube？ あ、違うのよ、あれじゃないの、あれじゃないの。そう、でも弟のことを考えると早起きの方が楽ですよ。そうなの？そっか、希望が持てるかな。マジで困っちゃうって思ってたんだけど、このムーのね、カラーチューナーの紫と、あとモイスティーヌを使ってます。今アスカも赤ちゃんの時寝なかったけど、今はすっかり寝てくれるようになりました。わかる。夜のスキンケアは今あれ使ってる、モイスティーヌの、シートマスクとか使ってる、超いいです。私めっちゃこの辺になんかシワとかほうれい線とか気になってたんですけど、
1回やるだけでも効果あるぐらい全然違う。シートマスクもあのなんか顔面にこうマスク機械当てるみたいなやつなんですけど、今日はねそれでミルクを使います。ミルクね、なので3色買ったんです。しかもこれ面白くてチョークなの、カラーチョークなの。だから付き方も確かにチョークっぽい感じなのですごい可愛かったのでそれを使っていきます。で今日はアンプリチュードにする。大きくなってか早寝早起きを身についてる。本当そうなんだ。いやマジで10しばらくこうもう一回寝てくれと願いを込めながら寝たふりしてるんですけど無理だよね。チョーカー、そう、チョーカーオニュー、チョーカーオニューなんです。これも発売されてる？かわいいんですよね。なんかピンクにゴールドするとちょっとバブリーな感じになるかなと思ったんだけど、あえてバブリーな感じでいこうと思ってこれにしました。あ、ごめんなさい、あの私が頑張ってることはあのパーソナルトレーニングに週に 1,2 回行ってる。行けるときは2回行ってる。そしたらね、オンラインはもう少しです。わかるわかる、この前の睡眠薬教えて冗談で言ってました。いや気持ち超わかる。どうしたらこの子は寝てくれるんだろうってOK バブリー。そう、あのさ、そう、そしたらね、お尻の上の方のお肉が、お肉じゃない、筋肉が動き出したって感じ。そう、あのこれはね、アーティスです。お尻の上の方のお肉が動き出した、動き出した。だからちょっとこう、私しかわかんない、それはまだ、あの人に言ってもって感じなんですけど、そうなんですけど、私にも分かる。お尻の上が、でもそこが上がるとキュッて上に上がりますよね。そうで、今日はムーの昨日あのリールで、今日はそこまでクマがないんですけど、こうしたら分かるね。そう、昨日クマがひどくて、そう、クマがひどくて、ここにねオレンジをね仕込む。ジェニファー・ロペスみたいになったらいいよね。でもびっくりだよね、私の体型で急にお尻だけそうなったら。そう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 、まあさすがにね、やっぱすごいのはこっちの人のお尻ね、プリッとしてて可愛くてなんだけど、そこまでやっぱり日本人とかアジア系の人たちの筋肉のつき方ってやっぱお尻のお肉のつき方も全然違うから、そうなんだけど、目覚めさせてあげるとねいいですよね。そう、目の下ちょっとオレンジにして、でこれ RMK のルミナスペンブラッシュコンシーラー、はい、そう、バストクリームをお尻に塗ってる。へえ、バストクリームってどういう効果があるんですかね。本当になるの、ちゃんと。でここに塗ります。上からね、02番、私の肌にちょっとだけ明るいぐらいの色です。でも本当になんかこう今まで全く気にしてなかったんですけどね、撮影とかで私自分が撮られることってなかったから、でも姿勢がめちゃめちゃ悪いことに気づいたんです。でも姿勢が悪いとやっぱりすごい老けて見えるから、姿勢を気をつけようと思ったんだけど、それにしては多分後ろに筋肉がない、うん、だからお尻の筋肉
そうそうそう、お尻と太ももの境目ね。そうなんだよね。うん、でも自分にとってはすごい、なんかほら、ずっと家にいるよりもちょっとこう少しでも外に出て、1時間だからあのトレーニングの時間が1時間時間作って行ってやって帰ってくるっていうのがすごいいい気分転換にもなってる感じですかね。で、ヒンスのナチュラルブラウンの004番を使います。はい、なんか言ってるね。で、で、スーッとかけまして、めっちゃ声枯れてるよね、みーちゃん。でも叫びすぎてる、普段から。最近ずっと枯れてる。はい、で、こっち側もですね。こっち側もこの前眉毛を整えたのでリールにもアップしたんですけど、それですごい描きやすくなりました。そう、でこの最後のところはちょっと丁寧にスーッとなるように描いていくんですけど、ちょっと近くで見ないと分かんないな。はい近所の猫型。いやでも姿勢ですね、私の場合は。結構肩がこう前に入っちゃってる感じなんです。そう、で、かけまして、20代前半に戻りたいなと思うことはありますか？ないです。ない辛かった。20代前半辛かったっていうか、楽しかったんだけど、やっぱりなんかあの時はこうまだまだ何も自分に身についてない状態だから、そこからやっぱ勉強を重ねて、本当にたくさんの人に会い、たくさんのお客さんをやり、こう自分の技術も上がったかなって感じなので。でこれもナチュラルブラウンです。これ結構ねナチュラルになって、こういうなんか派手な色の時とかはもうナチュラルに眉毛の色はしてあげるといいかなと思いました。派手な色の服を着るときは。そうだから私、学生にも戻りたくない。学生の時にいい思い出あんまり、あ、楽しかったんだけど、すっごい楽しかったんです。なんだけどやっぱりそこからまた同じようにいろんな感情になりながら大人になっていかなきゃって思うと結構辛い。だから私は30代過ぎてからの方が人生楽しいです。特に小学校とかは地獄でした。一日が長すぎて、一日長くて長くて、もう本当になんかこう暇っていうか、そう、だから大人になれて嬉しいそう、え、なに、待って、影くまというんでしょうか、撮ると涙袋がぷっくり出て、ごめんなさい、なんかねちょっと話私ミスしてるかも。影
結膜脱脂どういうこと、何の話でしょうか何の話か全然わかんない。まあいいか、はい。で、いい思い出ない人いる。そうなの、年齢を重ねずれてメンタルが弱くなってます。本当に、そっか。まあでも、あの涙もろくなりますよね、子供が生まれたりすると。でも私どうだろう、メンタルは強くなってるかもしれない。はい。で、まつげを上げていきます。50になった時もなんかふやふやしてましたよ。なんまたなんか始められるって、ね、年齢重ねると楽しいですよね。そう、すごいね、今はなんか好きに、好きな格好して好きに生きてるって感じです。で、この前私がインスタ上げてたんですけど、ソニアさんのところにいて、実はなんか私ね、ずっと見てたんです、あの人のインスタを。あ、なんか伸びてないところが多々ある。で、インスタずっと見てて、で、旦那さんになんか行きたいところあるんだけどって言って、なんか予約して行ってこようかなって言って、アポイントメントオンリーだったので、今はね、コロナだからね。で、行ってこようかなって、へえ、どことかって、で、ここで可愛くないって言ったら、なんか、知り合いっていうか友達なんだけどって言われて、なんで早く言ってくれなかったのと思って。で、そのソニアさんのあのスタジオね、で、すごいこうで、直接連絡取ってくれて、で、行くことになったんです。で、そもそもそのソニアさんと知り合ったのも結構なんかアート系のつながりの食事会であったらしくて、で、これつけます、 MIMC の、これはね、ベースに仕込むって言われてたんですけど、私上からちょっとつけてハイライトっぽくしますね。そう、そしたらさ、もうなんか自分の本当に好きなことをやり尽くしてる感じ。全然日本からでもね、オーダーできるらしいですよ。インターナショナルシッピングしてるらしいから、普通に多分買えると思うんですけど、なんかもう全部、電気とかもそうだし、全部自分で作ってるので、今度その陶芸クラスがあるからおいでよって言われて、で、予約していこうかなと思って、まあ、3回クラスで、すごい楽しそうだった。そうなの、そうなのそうなんです。だからなんかこうで、家の中も自分家もこういう感じなのかって聞いたら、全然何もないって言ってたなんかやっぱり息子が2人いて、上が高校生で、中学生高校生大きいんですよね。で、もうこの今の私の空間はここだけだから、ここがすごい好きって言ってた。そうなので、これね、まずこういう状態なんですよね。で、パカッと開けます、パカッと開けます。で、こんな感じで、使い終わると上からピリピリピリって剥がしていく感じです。で、つけてみるね。これそのままつけてもいいと思うんですけど、輝きは結構すごくて、ほら、ピッカーンって感じですよね。こんな感じ。こんな感じ。かわいいんです。ほんのりライラックな感じで、だから、ピンク系の服じゃなくても似合う色だと思います。で、そう、クレヨンみたいなの、そうなの、チョークはい、
愛さんの一人称あはん旦那さん、待って、どっか行っちゃった。さっきなんか一人称が私ですかっていう方いらっしゃった。一人称私です。逆に何がある？逆になんだっけ？逆に何？ママとか？ママはとか？で、これつけます。これが MIMC のミネラルリキッドリーアイシャドウ06番、まあ、ピンクメイクって言いながらライラックかな。うち、なるほど。あ、でもピンクか。これは結構下に引きます。かわいいよ。あ、みんなうち、へえ。あ、自分の名前呼ぶパターンね。え、嘘、愛はあって、私自分のこと名前で呼んだこと一度もない。ちっちゃい時から一回もない。でもよく考えたら白は白はって言ってる。おいどん、わいどん。お子さんは愛さんのことなんて言いますか？ママ、マミー、あとはママ、マミー、たまに愛ちゃん。そう、オラ。俺いる。俺やばくない？オラ、わて。ウケる。ちょっと待って。あんた、あちき。わし。ねえ、すごい。みんなどういう関係性なの、旦那さんと。ウケる。で、ケイトの足。年上、そうなの。年上の旦那さんなんで、30代でもまだ名前で呼んでんな。へえ、そうなんだ。すごい面白い。私旦那さんのことね、さん付けで呼んでるの。お主、いや、お主って、あなたのこと、旦那さんのことお主って呼んでるの。どういう関係性？わてっていう時ある。あのね、可愛い子に多いね、のがね、自分のことわしっていう子結構可愛い子多いの。わしもやでみたいな、帰ってくる LINE とかでわしもやでって帰ってくる子って可愛い子が多くて。そうなの。さん付けはね、なんでさん付けがあって、これ結構みんなになんでさん付けなのって言われるんですけど、仕事が結構一緒じゃないですか。あと、もともと会った時からなんか先輩みたいな感じだったから、先輩っていうか、そうなの。先輩に紹介された人だったからね、あのさん付けじゃん。で、急になんか呼び捨てとかできないタイプで、そう。じゃあわしにしました。そう、わしって呼んだら可愛くなれるのかもしれない。それがさ、なんか本当にね、もう有名な超かわいい子な、超かわいい、でも世界的にかわいい子とかが言ってる傾向、なんでって思ったの。すごくない？で、そうでもなんか関西人です、2人ともね。はい、主人をさん付けで呼んでます。ケイトですね、これは眉毛に使ってたやつ。ケイトの03番です。けるね。同い年だけどさん付け、SE って呼んでんの？嘘。あのね、モッティさんはね、なんだっけ、ズッチ
ちゃんって呼んでて、モッティさんってごめんなさい、うちはネタになっちゃって申し訳ないんですけど、オンラインサロンに入ってくれてる子がずっちゃんって呼んでて、旦那さんの子かわいいなって思ったの。おなべちょっとまなみいかちゃんマシって言ってるイメージバレてる。そう、まなみいかちゃんの話、今の一人はまなみいかちゃん受ける。逆に愛さんは旦那さんが何で呼ばれてますか？愛とか愛ちゃんとかですよ。そう、ママっていうことはないね。そう、私のことママっていうことはない。開けるちょっと待って、こっちとこっちの目の大きさがさ、目の大きさというかもうなんか最近ね、これぐらいの目の幅で二重幅で定着してきたの。何十年ぶり、わかんない、5年ぶりぐらいかに。なのでそう、なのでなんかね、アイラインの引き方が難しくなった。またでもまあ左右違う目だけどいいかと思ってそのまま過ごしております。はい、昔はこうなることがすごい嫌だったんですけど、なんか不思議じゃんと思って、でも最近はもういいかと思ってそのまま過ごしてます。逆にこっちになることが嫌だったからすごいこう戻そうと頑張ってたんですけど無理だった。ビッグ Z ずっちゃんいや、モッティさんが私のメイクを真似してムービー撮って送ってきてくれたの。その中にすごい、その時90年代の安室ちゃんメイクみたいなのをモッティさんがしてくれてて、私の真似をして、でその時にあのモッティさんがね、最後にあの ずっちゃん帰ってきた時にずっちゃんずっちゃんって言ってたのがすごい好きで、ずっちゃんって言ってんだと思って、どういう名前をと思ったんだけど、図がつくってどういうことって思ったの。はい、アイサにとっていい美容師さんってどんなですか？通いた美容院がなかなか決まらなくて、なかなか決まらないか。そっか、もうね、でも行ってみるしかないですよね。いい美容院もうやっぱ思い通りになること、思い通りっていうかもう満足することですよね。満足すること、それが自分にとって一番心地いいのが何か分かんないけど、髪型こうなんかトークが面白くて行くっていう人もいると思うし、その人人間性が好きだから行くっていう人もいると思うし、シャンプー気持ちいいっていう人もいると思うし、もう本当に思い通りの髪型にしてくれるっていう人もいると思うし、自分にとって心地いいことですよね。めっちゃ指紋ついてますね、すいません。でねアネリアナチュラルのピンクブラウンを使います。そう、お、上に塗りますね。そう、ちょっとピンクなんだけどあんまりピンクピンクする理由と本当にパーコさんみたいになっちゃうからと思って、はい、程よい。ああ、私も旦那さんにママって呼ばれるの嫌で、あなたを産んでない。本当だよね。え、さん付けしてみ、さん付けしてみっていうか、さん付けするとそうこう相手を尊重してるように感じるんじゃない。一回だけ、一回だけやってみたらどうだろう。うん、うん、で、イヴ・サンローランのこのピンクのマスカラを目の下に塗ります。はい、目の下に塗ります。そう、ピン
クのマスカラとか結構がっつりしたマスカラを全体に塗るのがちょっとっていう方はいいですよ。これ下に塗るっていう方法、そうするとこんな感じになります。程よいピンクになりますね。夫婦円満のテクどうだろうね。私はそれに慣れちゃってるからもうさん付けだし、なんかそう、でも本当言われる、なんでずっとさん付けなのって。でも仕事一緒だからな、なんかこうなんとなくそこもあるかもしれない。初めての美容室で3時間ぶっ通しで話してきましたね。話すの好きな人と話すの好きじゃない人いますもんね。私もだからすごいこう最初はこう気遣ってましたよね。この人はどっちなのかなみたいな感じで。で、次どんどん進もう。チーク何にしようとしてたんでしたっけ。チークなんかピンクっぽいのがいいなと思ってたんですけど、あ、でもこれ、あ、このハイライトすごいいいよね。ミルクのリットってやつ、 LIT ミルク、へえ、私の父も母も父のことさん付けだと。ほんとで程よいんですよね、このツヤ感がね。はい、あ、ハックの気に入りのハイライターもありますよ。ハックの気に入りのハイライターはね、ハイライターっていうかこれですね。これチークに使うホログラフィックスティックスターダスト、そうそう、かわいいよね。なんかほんのり紫色に光るチークみたいな感じです。お、どうかな、ちょっとつけすぎた。まあでもこのぐらい、そんなに濃いメイクじゃないので今日ちょっとチーク濃くても大丈夫かな。はい、でリップ、リップね、私ピンクメイクの時大体これ使ってると思うんですけど、このナーズのアフターリップ、アフターグローリップバームの3425です。はい、を使います。なんか白ピンクとかだとねちょっとね、あのバブリーになっちゃうかな、この服だと。でピンクつけた後にこれでちょっと、もうちょっとピンク味を足します。バービーピンク CLE、 アメリカのものですね。パウダリーな質感で可愛い、こんな感じ。結構ピンクなんです。そう、ピンクってなかなかね挑戦しづらい色かもしれないんですけど、でもね、あとはね髪型とかをちょっとこう入るといいかもしれない。そうなんです。で今日ねもう前髪切ろうと思ってるんです。あーでもそれどうかな、なんか取っとこうかな、前髪切りたい、もう邪魔で邪魔でどうしようもなくて毎日イライラしてるので。でレイニーウォーク、ウカのレイニーウォークですね、をつけます。可愛いんですよこれ。
そうそう、ピンクだけどヘルシー。腰が痛い、腰が痛いの最近ちょっとね。どうしようかね、パッツにするか。で、バブリーにならないようにします。もうちょっとつけよう。トランポリンのせいだったりして、いや、ミニちゃん抱っこしてって言って抱っこしたままトランポリン、あのジャンプとかしてるんですけど、よくないよね。いや、つらって思いながらも一回やってあげるとムカムカってなっちゃうので。そうなんです。で、溶かしまして、よいしょ。で、普通に結ぼうかな。結んで、で、あ、のんちゃん知ってるよ、佐藤健さん見てたっしょ間に合ったってのんちゃんが言ってる知ってるよ、なんかインスタアップしてたのに見ました。で、いやー、どうしようかな、すごい迷うんですけど、迷うんですが、この前とこの前のリールと同じ感じの髪型にしようかな。うん、特攻服、そう、短ランね、短ラン。これちょっとゴム切れる可能性ありますけど、切れても気になさらず。あー、切れるな、これ大丈夫だった。はい、見ました、今ヘアメイクの川北さんが女装してライブしてます。見ました、見ました。え、川北さんってそっちじゃないよね、だって奥さんいらっしゃいますもんね。すごいよね、何でもやっちゃうね。はい、今日はもう一本にシンプルにまとめる感じにして、新作が出ました。いえ、出ましたじゃないな、で、で、出ます、出ます、イエーイ。ということで、めっちゃ可愛いから見てほしい。めっちゃ可愛いから、あ、待って、でも前髪とかちょっと、佐藤健さんなんかしてたんですか、なんかしてたの、なんかわかんないけど、のんちゃんがめちゃめちゃ佐藤健さんを上げてたから何なんだろうと思ってた。いいか、前髪は普通で、てってれー、新作です、新作です。ちょっとウェッティな感じにしようかな、ちょっと特攻服って言われたから、あの、そんな感じのイメージでいきました。はい、でこちらかわいいんです、これ、ちょっと見て見て、これをつけます、ここ、ここら辺に。こんな感じで、じゃあ、あとこの子、てってれー、この子、豆みたいな、豆みたいなやつ、これも超可愛くて、なんか重ね付けしてもうるさくならないのが嬉しいですよね、子供にも使えそうな。あ、ちょっとほうきみたいすぎますね、これ。もうちょっと綺麗にしてからやればよかったかな。あ、未発表です。はい、未発表のもの、
て、こちらのシンプルな、そう、M ヘアピアスをつけます。はい、ということで今日のインスタライブはこんな感じで終わります。あ、靴下がなんか、あ、靴下でもおかしくはない靴下だったな。そうなので、ここがこうなってて、ここが、ここは本当はね、スーツでもない、セットアップなんだけど、こうなってて、ここはこうなってる。別売りなんですけど、別売りなんだけど、この最初上だけ買って、可愛いかも、このなんかすごいビビッドな色と思って、でめっちゃ探した、執念で。服を探す時の執念は、私は誰にも負けない自信があります。絶対に探すと思って探したです。でもなんか、いつも自分が着てるサイズよりもワンサイズちっちゃかったんですよ。これはどうかなと思いながら、なんとなく買ってみて、そしたら履く時ちょっと苦しいっていうか、ちょっと引っかかりがあるけど、でも上まで行ってしまえば全然大丈夫だったから。そう、スカートなの、スカート。そう、執念すごいよ。私執念って服以外、服とかそういうなんか家具だったり、なんかそういうもの以外はないんですよ。以外はない。なんか人に対しての執着とか本当にない。自信を持っています、本当にない。なんですけど、服に関してめちゃめちゃあります。自分でも恐ろしくなるぐらいあります。はい、平野ノラさんみたいな人これね、豆もうちょっと見たい。そう、豆よいしょ。こんな感じ。ブランドはジャコムスです。ジャコムス可愛いよね、豆。はい、ということでオンラインサロンに移ろうかな。本日のライブは以上になります。なんだけど、あ、そういえばこれ一点物なんですよ。で、どうだろう、東京に在庫あるかな。シャンパンの色の石が入ってて、ですっごい薄いんですけど、プツって水滴が落ちたみたいになってるんです。ドロップスに石が入ってる、ここね、ここで、さりげなさすぎて可愛いっていうジムの石と、あとこれ、このもよ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 した感じが可愛くて、そうなんです豆って名前じゃないよ、豆って名前じゃないすいません、私が勝手につけちゃった。名前はまだ未発表だと思います。うん、そう、広島に持っていく予定です、だって。そうなので、ね、これにはほんのりイエローの石と薄い水色、イエローと水色の春っぽい色が入ってます。これはあるかな、どうかな。ビボクリップだって、ビボクリップ。そうね、もうなんか本当にね、私アメリカツアーやりたいなと思ってて、でもなんかオンラインサロンの人たちとかでみんなで行けたらいいなって思ってるお店がたくさんある。はい、ということで行きます、オンラインサロンの方に。はい、本日もありがとうございました。広島4月2日からです。よろしくお願いします。はい、ではおやすみなさい。